今回は蒲田第9弾周辺のラーメン屋さんと、飲んだくれ編のお届けさせていただきます。ここまずはね、こちら飲んだ締めに伺ったラーメン屋さんなんですけど、こちらね、僕ね途中で気づいたんですけど、あの元ね蒲田次郎のあったとこなんですよ。でこちら10時ぐらいからオープンして、朝の7時とかね、まあ曜日によって違うみたいなんですけど、なんと朝ラーができるラーメン屋さんが蒲田にあるということで、びっくりしましたね。こちら海鮮のラーメンが売るということで、ここのマスターなのかな、従業員の方とも話させていただいたんですけど、なんか海人さんっていう場所とか、あの麺屋武蔵とかにもいたのかな、そんなようなこと言ってましたね。ちょっと酔っ払ってたんですけど、記憶が定かじゃないですけど、基本飲み屋兼ラーメン屋みたいな感じで、まあ朝ラーだけ、ラーメンだけでもいいし飲みだけでもいいよみたいなスタイルみたいです。僕は今回澄み渡るからし塩ラーメン行ってみました。わかめトッピングですね。マジで全然期待してなかったんですけど、バチクソうまかったですね。もう魚介の出汁で、もう鶏とか使ってないのかな、わかんないけど、まあ、つくねのね、鶏のつくねがチャーシューなんかに入ってるんですよ。それの、まあ、味がね、まあ、スープに溶け込んでるのはあると思うんですけど、まあ、そのおかげで鶏感もあれば、まあ、その、なんていうんですかね、海鮮だけど生臭さ全然なくて、本当に旨味あふれるすげえ美味しいラーメンで、マジでおすすめです。ぜひぜひ朝ラーもこんなの食べれたら最高だと思います。行ってみてください。そしてこちらね、ナポレオン軒さんだった場所だったはずなんですけど、気づいたら帝製麺直売所っていうのになってたんですよね。あれ変わってると思って、これはいかねえわと思ってね、行ってきました。店の外観とかメニュー構成なんかが今流行りのね、ちゃん系っぽいなと思って、ちゃん系なんだろうなと思ってね、そういう気持ちで行ったんですよね。なんかね、入り口のドアのノブが日本刀になってるんですよ。すごい面白いですよね。僕は今回普通の中華そばを行かせていただきました。なんかね、アプリを登録するとライスとかチャーシューだかなんだかが無料になるっていうんで、僕アプリ登録してライスをいただきました。味の方はいわゆるニュートモチーさんとかそういうのとは全然違う感じで、また春ちゃんとかとも違うんですよね。もうどっちかというと醤油ががっつり効いて、煮干しがゴーンって効いてる感じの、まあ昔ながらっていうか最近流行りの中華そばっていう感じですかね。濃い感じですね。だから最近流行りのそのニュートモチー系と思うと違うかもしれないです。でもね、ここはここですごい美味しかったんでね、超おすすめです。そしてこちらもそのね、同じ側です。西口かな？側にあるお店で、この日は飲もうよということで、友達が待ってる店を探したんですけど、いまいちよくわかんなくてね、ブラ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 、めっちゃ近かったんですけど、めちゃくちゃブラブラしちゃいましたね。こちらなんていうのかな？魚椿っていうんですかね？ちょっと呼び名はわからないんですが、こちらに行かせていただきました。僕初めて来たのでちょっとよく分かんなかったんですけど、お刺身とかね、まあ和食ですかね、まあそういったものを安く美味しくっていう感じみたいですね。1階が立ち飲みで2階が座れる感じになって、僕2階に座ってね、飲ませていただきました。まあ、正直、まあ、料理的には、まあ、かもなくかもなくという感じですかね。もう全然文句もないし、別に、これ美味しかったっていうぐらいですね。平気でこういうの焼くのもね、なんか多分楽しいんだろうと思うんですけど、僕なんかはね、焼いて持ってきてくれよと思っちゃう方なんで、めんどくさいかなって感じありましたね。もうね、揚げ物もあれば焼き物あって天ぷらなんかもあるんでね、本当にいい感じではありました。そしてこちらね、2軒目に伺ったのが、スパクシ酒場うまいけるさんですね。
こちらは僕大好きでね、この日もメガハイボール行ったんですけど、メガハイボール608円とかそれぐらいで氷少なめでめちゃくちゃ量入ってるんですよ。ほんとここね安くてね料理も美味しくて最高なんですよね。超絶おすすめです。ほんでなんとねここねハッピーアワーだとね、このメガハイボールがね300円ぐらいでね飲めちゃうんですよ。もうやばいっすよね。まあ、基本的にはねラムとかそういうお肉系で、まあ、スパイスが効いてるやつなんですけど本当に美味しいんですよね。このマトンの串なんかもねちょっとねまあ独特な味わいはあるんですけど僕は好きですね。このアヒージョも欲しかったな。もうねあのパンとかつけてね食べたいですよね。このねシチューがねバチクソうまいんですよ。これね行ったらぜひぜひ食べていただきたいと思います。本当にね結構人気でねなかなか混んでるんですけども、うまいけりさんバチクソおすすめなんでぜひぜひ、行かれてみたらいいかなと思います。そしてね先ほど紹介させていただいた2軒のすぐ近くですね、新時代さんです。またここ来ようよ。この日はね若い頃のね悪友とね久々に飲もうということでね、まあ、蒲田に住んでるね友達が、蒲田で待ち合わせしてもういっぱい飲むから安いところ行こうつってこっち来ました。まあこちらはね何が美味しいとか何がどうこうっていうんじゃなくてとにかくそれなりなものをつまみにしてもうめちゃくちゃ安い酒をたらふく飲めるっていうお店だと思ってるんで別にこちらのね料理にはなんか別にこうこれはいいよあれはいいよっていうのはないんですけどなんか俺ねポテトサラダはね結構良かったかな。まあねポテトサラダやばかったら結構悲惨ですよね。16ぐらいからの友達なんですけどまあ1年に1回会うか会わないかぐらいなんですけどね久々に会ってもねまた昔に戻れるっていう友達って素敵ですよね。そういう友達とね飲める場所があるっていうこの安く飲める場所があるっていうのは嬉しいことです。安売りの店に感謝ですね。今回もご視聴ありがとうございました。またよろしくお願いします。